青岸寺は、滋賀県米原市の太子小山西麓にある、曹洞宗の仏教寺院である。3号は、旧湖山、大見湖北27名説、第27番札所、大見七福神。境内にある、築山林泉式枯山水庭園、青岸寺庭園で知られる。創建は、室町時代初期で、開基は、佐々木道与である。本尊は、佐々木六角氏頼が造立した、お中籠、観音の名で知られる聖観音立像を、胎内仏とする秘仏聖観音座像。本堂裏の築山林泉式枯山水庭園日本庭園は、国の名勝に指定されている。室町時代の延文年間、近江守護の佐々木道与が不動産の3号と、米泉寺の次号で改装した。その後、戦国時代に焼失したが、慶安3年、彦根藩主、井伊直澄の命により、彦根大雲寺の養親守造が入山し、敦賀の伊藤五呂助の寄進により再興された。明暦2年、伊藤五呂助が出したことを悼み、彼の送り名である、青岸終点にちなんで次号青岸寺、3号を旧湖山に改めた。寺は、曹洞宗に改宗し、大雲寺の末寺となった。最高時に作られた庭園は、彦根の玄宮園、楽楽園築堤のために、庭石が持ち出され、荒廃していたが、後に、彦根藩主の香取氏により、延宝6年に再築された。左手前に亀島、奥に、三尊石、不動里子孫、枯れた木石組、右手前に、護岸石組。緑の杉苔は流水を表す。江戸時代前期の枯山水庭園。三世十字のお清により書かれた、築延記によると、延宝6年、お清の依頼で、玄宮園、楽楽園築造に関わった池家臣の香取氏が、作定したとされる。座敷式を基本とする庭園であるが、面積2717平方メートルと、広大であるため回遊式も兼ねる。平成30年から庭園を眺められるカフェを住職、自らが経営している。背景となる、太子小山山腹の斜面地に、無数の石を用いた石組群によって、山を築き、巨石で組まれた力強い蓬莱島を全景の焦点としている。枯地線における水の流れは、一般的な白砂や土ではなく、杉苔を用いることによって柔らかく表現している。多量に用いられた石の白との色の対比を計算したものとされる。近代に建てられた書院、六深思庵は、庭園の風景に溶け込んでいる。ありがとうございます。